どうもパテパソ協会でございます。今回は餃子、大人の餃子でございます。さっぱり食べれるね、餃子でございます。ですね、ダニオスどんな感じにするかと言いますと、鶏肉と豚肉で作る大葉の餃子でございます。というわけでレッツクッキング。はいはい、じゃあこちらの方ね、200、200です。豚200、鶏200を粘り気が出るまでこねくり回しますね。200です。まあ大体 100g で20個ぐらいできるのかな、野菜とか混ぜるとね。なんでまあ200の400だと80個、80個できますね。でですね、こちらの方に袋がついてきてるわ。袋か、もうバカ。ごま油、もう大体目分量です。私の場合ごま油ピューッと入れます。もうちょいかな、ごま油、まあ、大体ですね。醤油なければニンニク、ニンニク醤油なんですけど、なければ普通の醤油でもいいです。まあ大体ね、ちょびっと、ちょびっとでいいです。大体ちょびっと、大体もう風味ですから。胡椒、胡椒ね。はい、お塩、よいしょ、お塩、お塩ですね。で、お酒、料理酒入ってるかな。もう片手がね、このベタベタしとるからね、ほんまやったらもうちょっとね、酒ね。はい、で、ウェイパー、ウェーパーは、ね、小さじ1杯分ぐらいがためにですね、小さじ1杯かもうちょいかな、これぐらい、あんまり入れるとね、味が濃くなります。まあ、どっちにしてもね、餃子なんていうのはもんは後からなんかタレつけて、餃子のタレとかね、今回これポン酢で食べるんですけど、餃子のタレとかつけたりするんで、これで一旦混ぜます。あ、そうそうそう、プラスこれ、塩、これ入れも先いっちゃおう。ニンニク、生姜、これね、ニンニクは約半分ぐらい、半分ぐらいかな、一房の半分ぐらい使いました。生姜は一かけぐらいかな。これを混ぜていきます。はい、そしたらこねくり回しましたら、ちょっとここで隠し味、柚子胡椒、ちょっと赤い柚子胡椒ね、唐辛子に入ってる柚子胡椒もらったんで、こちらの柚子胡椒と、でですね、もうキャベツ、キャベツ何グラムかな、大体、まあ多めの方が美味しいと思う。キャベツ、塩振って水切ってます。プラスニラ、ニラはね、これあれで束になってるやつの半分ぐらい切りましたね。何本ぐらい入ってるの？10本ぐらい入ってるやつの半分。プラス大葉は15枚ほど入れます。ではね、水、塩を振ってキャベツの水をちょっと飛ばす、これポイントですね。これポイントですね。はい、よし、これで、これでさらにこねくり回します。これで種は完成です。美味しいよ、これさっぱりして。これね、やっぱ大葉はね、たっぷりたっぷり入れるっていうのはね、やっぱポイント。ちなみにね、豚エビ、これね、3種でもいい。鶏と豚と、牛の合いびき、合いびきっていうかね、混ぜるミンチね、でもいい。その時は鶏が1に対して、豚と牛の合いびきも1にしてください。鶏がちょっと割に多めにする方が美味しいと。よし、ここに来るわ。でね、鶏と豚の場合はね、やっぱね、油がね、柔らかいっていうか、肉が柔らかいから、こういうね、ダマダマした感じじゃない、牛肉みたいにダマダマした感じにあんまなりにくいね。包むときは包みやすい、こっちの方がベチョッとくっついて、その代わり手にめちゃめちゃつくっていうね。よし、種できてきた、種ができてきたわ。はい、できました。
で、これ包んでいきます。で、テーブルにラップ引いて小麦粉ね、うん、小麦粉ね、ほんま片栗粉でもいいんやけど、まあ、小麦粉をちょっと打ち粉としてして、でですね餃子の皮と指ぬめらしい水でやっていきます。あ、スプーン忘れた。スプーン取ってきます。はい、取ってきました。よし、とりあえず皮だと25枚入り、100枚買ってありますね。あ、破れてるやん、いきなり1個目。もうなんやねん、めちゃめちゃテンション下がるやつやんこれ。ほらやねん、破れてるわ。これちょっと後から救済処置を、っていうかもう邪魔、これいらんわ。袖打ってほしいな。うん、袖打ってほしい。これどうしよう、これどうにかしてしたいな。どうにかしてしたいわ。押したらくっつくかな。押したらくっつくわ。よし、悲しいこいつから始めていくわ。ここにですね、まああんま多く入れなくていいです。もうほんとね、ちっちゃくていい。これぐらいのね、ちょっと少なすぎたかな。これぐらいの種ね。これぐらい。あ、ピントがいいやお前。何のためにピントがついとんねん。これぐらいの種を入れて、ハサミ、ちょっと多かったかな。これでも多いぐらいかな。で、片方だけをこう、折っていく。あ、つけ水いらんわ、これ。つけ水そんないらんかな。ほんま、こうピュッとね、あ、塗った方がいいわ。やっぱ塗った方がいい。軽く塗った方がいい。ここちょっとね、スーッとして、うん。で、片方だけ折っていく。ちょっと多かったかな、やっぱり。ちょっと具多かったかな。うん。ちょっと失敗したわ。なんで、そんな気にせずに、大体でいいです。大体でいいんでね。この上にポンポンと置いて、こう置いていく。うん。こんな感じで作っていこうかなと思います。よし、行こう。こっからが長いのよ、餃子。種作りは大したことないんやけど、やっぱね、この、なんていうの?この包みがね、新一やわ。片っぽだけ寄らしていく。まあ、このビラビラの数は個人差ですけども、人と一緒でね。うん、まあ、大体俺は5ビラから6ビラぐらいをね、やっていこうかなと思ってますね。はい。過酷な作業や。こっからな、この一個食うなんてすぐなんやけど、作るのはほんまね、料理のね、もしかしたら醍醐味なんかもしれんけど、作るの時間かかるのに食べたら一瞬っていうね。まあそれも踏まえて、やっぱ飯はしっかり噛んでね、味わわなあかんかもしれんな。作った人のことを思いつつね、噛みましょう。25回ぐらいは少ないことも、米は50回ね。ちょっとずれたかな。まあこんなんもなんか手作り餃子のええとこですよ、こんなところは。大体な感じがね。はい、こうやってね、やっていきますわ。皆さん、うちで餃子作りますか？やっぱ餃子王将で買ってきて終わり。もしくはあのセミ餃子ってやつありますね。顔つってなかったな。セミ餃子いうのはね、ありますけども、あれ買わへんな、俺な。あれな、水餃子にしたら美味しいな。あれな、鍋とかな、あのセミ餃子ってやつね。セミってないみたいな。もう一旦ちょっとほぼ作ってあるみたいな感じかな。5ビラは入れたい。5ビラは入れていきたい。5ビラはぶち込んでいきたいな。よし。このね、このうちこうしとくと、あんましその、なんていうの、あの、焼くときに、小麦粉とかブーブーって、小麦粉と黄水とかやませんでもね、ヒゲが出たりする。ヒゲじゃないわ。羽が出たりするんでね。よし。折りつつ、
ですね。4ビラか。4ビラではちょっとな、まあいいか、4ビラ、これちょっと4ビラね。うん。張りがあるということでね、肌にまだね。うん、4ビラぐらいですね。端っこの方もちょっとしっかりと。端っこね、端っこからジューシーエキスが、うん。あなたのジューシーエキスが漏れちゃうから。うん。それから言いつつ、冗談切ってきます。水分飛ばしていってますよ。大丈夫かな。ここ失敗したら終わりやからな。これいけんちゃう。いいんじゃない。よし。いけてるいけてる。この辺の。いいやんって。言い聞かしてるやん。うん、チャンネル、チャンネル、チャンネル登録。あなたも、私も、チャンネル登録。T シャツ、売ってる、チャンネル登録。私も、ご機嫌、チャンネル登録。あんた、まだチャンネル登録してへんで、チャンネル登録。